はい、順次です。ではアイオナピーサー誰じゃ続きをやっていきましょう。まあ、前回の続きで、まあ、ステージ3のボス前といったところをですね、まあ、どれぐらいのボリュームか分かりませんが、これ撃破でクリアなのかまだステージが続くのかっていうところと、あとは気になるのはやっぱりその要塞ボスがどういう形態を持ってるか、まあ、早速挑んでいきましょうか。まあ、要塞ボスだと要塞、待って、なんで炊飯器飛んでくんの。要塞ボスは要塞ボスなんですけど、もうかけてあった布団も、クマちゃん布団とかいっぱい飛んでくる。踏みつけて、なんかハテナのシャドウですかね、ペルソナでいうところの。あ、ここで与えろってことか。わかった。わかりました、戦い方は。初回にして、で、なんか落下させてくる。この攻撃パターンは、またランダムですかね。にしても、もうしっかりと布団踏みつけて、ウサギちゃんも参ったって顔してるし、まあこのシャドウがつまりはこの要塞ボスの本体だったということですかね。あ、結構初回にしてはいいとこまで来れてるけど、よしよし、今の跳ね返りランス良かったですね。で、曲が、結構壮大な BGM なんですよ。これは飛んでくるやつだっけ。あ、そうか、さっきこの攻撃受けたっけ。待て、炊飯器これ横か、横だ。あ、よし、まあ、大体読めますね。待て、嘘でしょ。それは待って、あ、でもいい感じ、いいぞ、倒せるか。初回にしてボス撃破っていうアイワナ回も過去ありましたけど、危ない。これ攻撃パターンランダム、あ、しまった、くっそ。あー、これ増したか。あ、まあでもいいとこまで来れましたね。飛んできた、集中、 OK、 いいぞ。炊飯器、まあ、なんで炊飯器っていう謎はまあ最後の最後まで明かされ、うわ、待ってきた、明かされないでしょ。ここにいて一周したらここ。よし。もう弾幕が固定値なんで比較的いけますかね。これもジャスト OK。 いいね、もう倒せるんじゃないか今回のか。危ね、もう全ての攻撃見たかもしれない。うん、今回の回で倒せそう。ここにいて一周したらもうワンパターン目、そして撃つ。体力あんね。ハテナが本体、待て、早い、後半早くなるのか。コマンドはたやすくかわせる。まあ、一回も当たってないので、よし。どんだけ布団隠し持ってんだよと砦の中でどんだけ寝てんだという。よし、で、そうで行ったらここね。まあ、コマンドを倒さなくてもいいと思うので、まあ、避けるしかないと思うんですが、危な、布団にすれすれ。さあ次は落下、早くなってるね。やっぱりちょっと強化はされてんのか。で、コマンド、よし。コマンドもなんかパターン変わりそうな気がするんですけどね、その乱射弾の軌道が。それは怖い。炊飯器だけ注意しよう。炊飯、あ、この炊飯器は大丈夫。あ、まだ早い、ちょっとなんか早い気がする。時期、ん、これ何、うわ、嘘、新しい攻撃持ってるか。いや、いろいろ出てくるね、砦の中から。さっきの布団乱数はもう完全にちょっと運ですね。あれはもう自分の運をどれぐらいかっていうのをちょっと信じるしかない。ただ本日私このダレジャを収録する前に好きなゲームのね、シャドーバースやってたんですけど、かなり引きが悪くて、うん、なので結構やられていたんですよ。なんで今日の運勢はあんまし良くないと思っていて、そうすると布団乱数もかわしづらいんじゃないかなと思う。あ、これさっき早いと思ったけどデフォルトそのスピードか。なるほど。で、ちょっと前に言いかけたんですけど、流れている BGM が結構壮大ですので、これラスボスという可能性は非常に高いですね。非常に高い。よいしょ、待って、これ遅っ。あー、これ惑わしてくるのか。なるほどね、うまくできてるじゃないの。そしてまたコマンド、コマンドはよしと。まあ、おそらくもうこれ以上砦ボスのね、形態を変えることができないと思うんですよ。あんだけもうボロボロになって。次の、来た、おしよしよし、いいぞ。で、炊飯器早い。まあでも早かろうが遅かろうが目押して避けられますね、これは。
あとはまあその、よし、選ぶ、セレクトされる攻撃乱数を E の引く、それを、危な、よかった、左行かなくて、危なかった。炊飯器、あーこれか、よし、E の引いたぞ。2回1セットか。このボスの形態が分かってきた気がする。よし、やられてくれ。 OK。 ちょうど、いやこれ続くな。これ続くぞ。ちょっとこっち行かせてください。まあ、クリアって可能性もないとも言えないですけど、なんか脱出パートで、いやどうだ、まあ、オートセーブはされてそうですかね。でもなんかアラートが、うん、あ、逃げるのか。あーい、あー、逃げるパート、あ、脱出パートだ本当に。おお、床がもろくな、危ね、待って、これセーブされてない可能性あるから、ちょっと慎重に行きましょう。うわ、びっくりした、ちょっと怖いんだけど。いや、これね、こっちだね。そこ行くとまずい。あれ、え、あ、よかった。その扉は多分入れないから、前回チェックしましたので、ちょっとこれ抜け落ちて針だけはダメよ。だ、針の真下、びっくりした、ちょっとそれ残ってんのか。あ、曲かっこいい、曲かっこいい。さあ逃げるぞキットくん。こっち、下、下、そこでいいよね。 OKOK、 セーバーだ。あー、ってことはなんかもしかしてこれさ、連続突破っていう可能性はありますね。ちょっとこっちの方行こうか。何もなし、もう完全に崩れ去っている。ただ出口、この脱出ゲートの最後の最後でいるよね、やっぱいるよね。そう、なんかそういう映画ありましたよね。エイリアンかちょっと忘れちゃいましたけど、あぶね、うわこいつ。ただこれが最終決戦か、ゆえのセーブってことですねこれ。なるほど、ってことはオートセーブされていた可能性はありますかね、さっきのところでも。さあこいつ、自動でスクロールするわけじゃないので、なんか寝やす、あ、ここでいいじゃん、進まなくてよくないかっていうところはあって、なんていうかダメージ式だったらね、一定のところまで行かないとなんか倒せない的なものだったらちょっとまずいですけど、行かなきゃいけないと思うけど、いやーなんかそんな気すんな。ちょっと粘ってみようかな、もうちょっとだけ。一応ヒットはしてるんですよね。まあ、それか一定ダメージプラス一定の箇所まで行けってことかも。あーなんかぽいな、なんか倒せる気配ないもんね。そうしようか、もう一回与えてなかったら。よし、じゃあ行こう、先行かないといけないんだこれ。で、なんか来たよね、あれあれ、どこの辺だっけ、ここか。よし、逃げながら、うーんと追ってくる。まあもう要塞もろくなってますからね。それ固定か、危ね、いいぞ、ゆっくりゆっくり。うっ、倒した倒した倒した。いや、また上がってくる可能性はある。罠か、罠ないか、いけ、怖い、非常に怖い。上がってくる、来ない、ちょっと夕暮れ時ですね。さあ帰ろうキットくん、曲はまだ不穏だけど。あ、クリアした、あー、これでクリアか。あ、そんななんか遠く思う人みたいな感じでぼやーっと出てこられても。あー、クリアした。クリアタイム3時間55分39秒で、アイワナビーザ誰じゃ、クリアできました。お疲れ様でした。まあ、ということは、まあ、全ステージ3構成っていうことですか。はい。で、体感ですね、まあ、罠がね、やっぱ花もげたさんの作品っていうだけあって、もう開幕から、まあ、ステージ1の開幕からもう目白押し、もう盛りだくさんですごく楽しい道中だったんですけども、まあ、ステージ1に、まあ、どこかでもお話ししたと思いますけど、まあ、とにかくね、難しい地区間っていうのが潜んでいて、まあ、ステージ1であればジャンプすると針が引っ込むところプラス、セーブが逃げる区間、あそこセットになっていて、まあそこが、あ、布団が吹っ飛んだわーちゃんって言うんだ。はあ、で、ステージ1が塔が おタワーくんかって書いてあったかな。ちょっと見切れちゃいましたけど。で、ボスさんが、まあ、ステージ3がダジャレを言うのはダレジャーさん。あ、
これがダジャレにかけたボスだったということか。じゃあ、あのハテナのシャドウはダレジャーさんというボスだったんでしょうね。なるほど。あ、でどこまで話したんだっけ。そう、ステージ1はそのあのセーブが逃げるところすごく難しくて、でステージ2はどこだったかな、まあなんか中間ぐらいですかね。あんまり覚えてないってことはそんな難しくなかったのかとは思われちゃうかもしれないけど、なんかあの戻される区間あたりが結構難しかったですかね。はい、では Thank you for playing the end ということで、キット君これ引っかかっちゃってるけど、あ、ジャンプで抜けられる。あ、もともとジャンプできたんだ。ショットも打てる。あー、そしてこれ影に隠れていってでクリアかな。画面変わるかもしれませんね。今しばらく待ってるんですけども、特に何も起こらず、あのキット君これ右に自動的にこう進んでいって、もうさすがにあの画面の端っこには触れてると思うので、で画面が切り替わらないということは、まあ、この1画面で、まあ、クリアルーム、まあ、クリアというところでいいんでしょう。はい、ということで先ほどもお伝えした通り、ちょっと道中一部ね難しいところはあったんですけども、まあ、そこはね手応えがある区間として、あの頑張って突破して、あ、思い出した、ステージ3で難しかったところ、あの上昇するところだ。あの上昇してって、なんかあの上からコマンドが降ってきたりとか、あそこが結構かかりましたかね。その前も難しい難しい言ってたと思うんですけど、あのそう40秒ぐらいの、あの上昇物乗っていくところが結構あのステージ3の鬼門でした。まあ、ただあのボスは比較的難易度が優しめだったので、まあ、パターンを覚えてしまえばってところもありますし、まあ、たまにあのきつい乱数も送ることありますけども、まあ、それはね、まあ、あのどのアイワナでも共通のことだと思いますので、はい、ということで今回でこのダレジャーは完全クリアと、させていただきますので、まあ、次回からはまああのその息抜きでやるって言ったけど、結構メインプレイみたいな感じで、まあ、ガシガシ進めていってはいるんですけども、まあ、次の作品はヒビクスクっていうね、まあ、これまたあのトップ画面まで見たんですけども、雰囲気がすごく良い作品をプレイしていきたいと思います。まあ、やっぱり花もげたさんの作品は面白いですね。まあ、他の作品もまた合間にやっていきたいと思います。はい、ということで、これにて完全クリア終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の作品でお会いしましょう。ジュンジーでした。ではまたねー。あ、デス数は概要欄に載せておきます。